スリップフリークスの田澤です。アロイ2の2回目、前回はアロイ2の概念の説明とスネアドラムの音に対してイコライザーの設定を行いました。今回も引き続きイコライザーの便利な機能を紹介したいと思います。まずこちら、前回のドラムトラックに女性ボーカルサンプルをループさせて載せています。少し聞いてみましょう。今回は女性ボーカルサンプルに対してイコライザーを設定します。まずボーカルサンプルのトラックをソロモードにして、バスセンドは全てオフにしています。そして前回と同様にこちらからアロイ2を選択します。まず前回同様にハイパスフィルターを使ってローをカットしていきます。弾きながら調整したいと思います。これでバスドラやベースと少し分離して聞こえるように思います。次にアロイ2のイコライザーでとても便利な機能を紹介したいと思います。 Mac だとオプションキーを押しながらマウスをクリック、 Windows だとオルタネートキーを押しながらマウスをクリックします。すると画面のようにとても狭いバンドパスフィルターが表示され、マウスを動かすとある特定の周波数だけを持ち上げることができます。この機能はボーカルトラックなどの共振周波数ポイントを探すときにとても有効だと思います。では早速試していきましょう。ご覧のようにとても簡単で便利な機能です。最後に 7kHz から 10kHz あたりを少し持ち上げて、オケと混ざった時に少し抜けが良くなるようにします。オケも合わせて聞きながら設定してみましょう。今設定した周波数帯を含めて 4kHz あたりから上の周波数を持ち上げすぎると耳障りに聞こえることがあります。フォーダーのこちら DS サーブで再度調整するので、イコライザー部では聞こえの良いポイントに設定してください。次回はバスドラムの音を使ってこちらのトランシエントという部分を説明していきたいと思います。どうもありがとうございました。